の国雷ディオパワードバイシノミアグループ国千流はい、はいえー、リスナーの皆さんから恋愛に関する千流を募集しています笑える千流共感泣ける千流何でも構いませんご質問形式で送ってくださいなんじゃこりゃ千流には題を降格しますペンネーム猫ヘイコーさんからいただきました。 憧れの人と出会って胸弾む。なるほど。うんうん。えー、続、あの、続きの文がありますので、はい、読ませていただきます。はい。BS、ここちゃんの胸は弾まないですけどね。ということで、この方は確実に私に喧嘩を売っているのでしょう。<laughs> そして過去のラジオもいろいろ聞いてくださっている方なのでしょう。この方は、えー、青ちゃんのむし、あの、意見は無視をしまして、予備軍です。<laughs> はい。まだ優しい差を出して、あの、出禁にはしないよ。猫平行さん絶対忘れないからな。はい。<laughs> 大変だ。<laughs> <laughs> では、あ、ペンネーム、猫平行さんから頂きました。あったっかまな板を見て思い出すとある人。<笑><笑> あのさ、見たことないでしょ <laughs> 見たのかい私が着替えている姿だったり。見てないでしょいや別にまあいいけどさ。うん。よくないよ。えーっと、んーと、えー、こ<れ>予備軍にしていたんだけれども。<れ>いや予備軍。おー。<laughs> 打ちこたえたぞ負けないこんなんでは